無理だよ。弾撃ってくる相手はクズ人間のクズ、人間じゃない。魔法で抹殺しながらちょっとずつ進めていく安全プレイ。次の寄せ、よっしゃー、死ぬんかーい初見殺しもいいとこだ。でもこれ終わったら最終地点っぽいんだよな。ぶっちゃけ序盤の方がよっぽど難しいんですけど。邪魔だよあの盾。魔法がないと結構しんどそう。ある。あるものは有効に使おう。あいつが。いいからね、ジャンプは。はっ、ここ乗り越えたらボスだろう。ちゃう、行き止まり。嘘だろ、そこ通れねえのかよ。びっくりしたわ。ためといて、ガッで戻ってくる。お前伸びてくんのかよ。奥まで行ってしまうか。伸びるから一回回避しなきゃいけないんだね。で一回奥まで行っちゃう。伸びてこない。位置エグすぎねえ。
戻る。すぐ戻る。おー、ライター、宝箱よろしゅー。お前は無視しても、バカか。奥に行って、で、次即戻る。どうやって倒す？あ、下打ちってある。この先もね、まだね、いっぱいいるのが見えてる。うわあ、奥見えないようにしてる。倒されないように。ジャンプが届かない。おい、はい、鎧。雷に変えて奥まで行ってまとめて倒す。で、次上がったらボカーン来るから溜めといて、ギリギリまで待ってまとめて。よし、進んだ。お、今上の気づいてなかった。何もないけど探検ある。下か、危ね。探検取りに行きたいけど、よし、なるほどなるほど、下があった、下はあった。タイミングは？戻らないとダメっぽい、ね、まず。割とくっそいね。滑りそうだね。
お前これえげつなさすぎんか。えげつね。一回かい。しゃ。攻撃チャンスがない。取りたくないけど、どうしようもない。下行って下で戦うのか。もう終わりだろ。もうなっちって言ってくれよ。頼むから。うん。なんじゃそりゃー。もう。残せた残せたとは言っていない。もう好きだらけ、それも結構危ない。よし。
はね、2体ちょっといない。これはね、あえて取らない、まず上を倒してから。ちょっと邪魔だな、それ。こいつを先倒さないと。じゃないとあの上からのやつにやられる可能性結構ある。探検に帰ってきた。ジャンプしながら、ね、分かってたら難しい。言ったろ言ったろ。これはさすがに。ただボスが初見なんだよな。あー、中間。ちょ待って中間、中間。 OK。 中間くれんの。中間くれんの。チェース、チャレース。魔界村のボスは弱いっていうのは定説なんだけど、どうなの。あ、割と降りてくるの早いな。だって鎧もらったけど、で武器を変えれる。連続ジャンプ。あのパターンわからないからどうしようもない。エルヒガン画面向こうから攻撃してくるのは非常に。なるほど、こっち来ない。殴った瞬間だけ当たり判定か。殴った瞬間だけ当てはんでこうか。ほらで殴ったら終わりで。あー、これ無理。あ、今当たり判定。届く。あ、下から撃つのね。はい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 。じゃあもうそれぐらいか。これはあの、いや、オッケーオッケー。まあ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 、わかった。あと少しで半分だ。ヒント。たった3回程度でヒントとか。半分なんでしょ。
回同じことして終わり。いやー、何これ取ればいいの？さっきの魔の結晶みたいなやつはいいの？鎧が増えねえぞ。よし、やっと一面クリアできた。いやー難しかったね。53回。あ、そんな少なかった？もっと多いと思うんだけど。あ、途中で一回出てるからか、コース。一番初めにこの倍ぐらい死んでる気がするんだけど。よーし！なるほどね。どっちかクリアしたら次に行ける。だとすると、まあ、全6面の可能性が高いね。で、2周目でクリアしてない方クリアしてこいとか。まあ、わからん。とりあえずね、なんとか、1面、1の1。いや、この言い方だとな、こっちが1の1で、こっちが1の2だな。で、2の1と2の2。3の1と3の2になるんじゃないかな。まあ、このまんまね、次に行くのか、こっちをクリアするのかだけど、とりあえず、ね、オービーの木を。3個ストックありますよ。どっちがいいか。岩で転がる、うん、これは無敵でいける。逆はラマ、雑魚をカエルにする。カエルにすると、カエルの方がいい気がするよね。だってあの遠距離でさ、あの攻撃してくるやつ、あいつをカエルにしたら撃ってこなくなるかもしれないし、まあ、最終的には全部覚えれるんだろうけど、うん、カエルにしてからね、どうなんだろう。こっちの方がな、敵に当たって落ちる心配なくジャンプできるのも強いんだよな。どっちにするかだよね。スキルツリーのさ、あ、先見れる、先見れる、先見て考えるか。パンツパワー、威力3倍。サンダーストームレベル2は無敵時間も長くなってそうだね。斜めに。先見れるんなら先確認した方がいいね。二人同時攻撃、忍者流剣伝かな。ファイアーウォールレベル2、ちょっと高くなってるね。メデューサ。カエルのさらに1ランク上って感じだね。メデューサ2、石化時間が長くなる。これ欲しい。武器所持数アップ、これ。そしたら常にナイフをストックできる。これが欲しい。トレジャーアイ5個。こっちやなってことは、ってことはこっちや。ガマの方か。復活、倒れた時一定確率で復活する。運ゲーっすか。スピード、移動速度アップ、これはこれで強い。ドッペルゲンガー2、3人同時、スピードレベル2、効果速度、時間アップ。サンダース2。いやー、ボスにもダメージが与えれるから強いぞ。でも20個とか鬼だな。で、岩アップ、復活2、確率アップ。魔法発動時間短縮、これもいいね。鎧、鎧のレベルアップ、こんな右じゃねこれ。右ルートのが良くない？いやこれはね、もうある意味クリア後とかに攻略を確認したら全部わかるやつだからね。まあ1回目自力で見つけるには欲しいけど、右ルートだなこれは。
マジカル右ルート組んでいきましょう。とりあえずね、武器所持数アップまであと8個だね。3に行って。もうこれで常にナイフを1本残せると超有利になると思う。レベル1だけど2ないの。わざわざ1って書いてるんだからさ、どっかで2が追加されんのかな。うん、他はちゃんと2になった。あ、もう一個上にあった。3個もいらないよね。正直、ナイフさえあれば他すべていらない気がする。3個目は個人的にいらない気がする。武器だけ取って、鎧に行きたいね。これいつでもってこと？連続でダメージさえ食らわなかったらいつでも1回食らって大丈夫状態にできるんだったら超強いよね。それでも1ワールド1回死亡ごとに1回とか制限あるのかな。まあ行ってみないとわからない。とりあえずあと8個だね。よし、それじゃあね、次は処刑場。一応ね、妖精1個探しに行ったところに行った時は左側のあそこと炎のところにたどり着く前だからね、まだ2割程度だね。で、炎行ってその次のあのギロチンを超えたところぐらいで中間っぽいな。こうやって見るとここ短く感じるよね。右下もすごい短く感じるよね。3つエリアしかないような気がするから、やっぱり墓場が一番難しいんじゃないのかってちょっと思っちゃうけど、よし、じゃあね、次は処刑場行きますか。